に最初はえっていう驚きと嬉しさとあり、マネージャーさんからはこういい嬉しいお知らせがありますっていうふうに聞いて、確かに嬉しいし、すごくえーっていう、もう本当に驚きっていう一言でしたね。あ、でもこうこれまで共演してきた先輩方だったり、こう他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、多分これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて、頑張っててよかったなって思ってます。重なる部分、でもあそこまではやっぱ優しくはないですし、キャラクターのなんか性格は全然その優しいとか自信のなさとかはちょっとまたまあ港なんですけど、臆病っていうところはちょっと似てるかなって思います。なんか年を重ねた時に顔になんか人間性が出るってよく言われるんですけど、その人間性が出た時にこう内面含めかっこいいって言われる人、イケメンだなって思います。醸し出す雰囲気もそうなんですけど、一緒に撮影をしてて包み込んでくれるような優しさだったりとか、こうなんだろう、それは僕にだけじゃなくて現場にいる全員に対してそうなので、器の大きさというか心の広さっていうのは、あの初めてお会いした時からずっと変わらず接してくれるので、顔ももちろんイケメンなんですけど、心のイケメン具合がやっぱりずば抜けてるというか、今までお会いした人の中でもすごく優しいなって思うし、心とてもイケメンです。まあ、でもなんか目の前の作品を一生懸命やり続ければ何かにつながると思うので、あんまり先のことは考えず、今目の前にあるものを一生懸命全力で向き合っていこうっていう今の、今はそう思ってます。本当にありがとうございます。マネージャーさんとずっと事務所に入った時くらいからイケメン枠ではないよねっていう話をしてたので、ちょっと言っていいかわかんないですけど、こう少し頑張ったものがこう投票してくださった方々に何か届いて、こう今回こういう形でイケメンって思ってくださって、とても嬉しいですし、幸せな気持ちでいっぱいです。もっとイケメンになれるように頑張ります。以上、鈴鹿央士でした。